今日もね、北の魚をちょっと狙いに来ました。やっぱ北の魚はね、あの四国僕よく最近釣り行くんですけど、毎月行ってるんですけど四国にね、あの魚の形っていうか生き物として違うね。四国は四国のブラックバス、とこの奥琵琶湖北湖バスですよね。もう生き物として違う、 DNA から違うから、もう違う生き物と思ってもいいですかね。なんか釣り自体がちょっと変わってくるっていうか、まあそういう釣りを今日ちょっとねやっていこうかなと思います。もう DNA からして違いますから、やっぱり北湖バスっていうのは、その四国のバシっていうのはもう本当に純粋なラージが多くて、この奥琵琶湖界隈っていうのは、まあ、フロリダの血がすごく出るのと、あとやっぱり湖流が独特、あと藻が多いですから、トロ藻がもう独特の、やっぱり形になるんですよね。食べ物から、あの遺伝子から違いますから。フロリダの血入ってます。今朝11時ですね。昨日これで反応良かったんで、多分薪に小バスタがいないけど、でかいバスはたまに入るんで、これで薪でこれで反射で食ってくるね。じゃあちょっと投げていきますわ。これ新品の竿下ろしちゃった新品、これもう4年ぐらい前に買ってずっと置いてあったんだけど、このねエクスプライドの17の、17-10H の SB ヘビーウェイト、でこれちなみに 28g つけてるからめちゃめちゃ遠投できる。すぐそこ、普通のルアーだとね、そこ届かないでしょ。このルアーだったら、そこのルアー、そこの橋の先頭の倍ぐらい飛距離出る。はい。ちょっとこのね、自分の秘密のルアーの紹介するんですけど、多分今、奥琵琶湖、というか琵琶湖で一番食わせ能力の高い、この時期ね、薪が効く時期ですから、一番これで食ってこないってことはいないと思った方がいい。いても、もう、神経質になってるバス食わない個体はいるかも。だからこれをね、例えば今こうトレースしてきたんだけど、それをただ10回15頭ぐらいトレースして食わなかったらそこにはいないもんだと、今リアルタイムではね。ただずっとやってりゃ回遊系が入ってくる、間合いで入れればずっと今こっからね、こっから3時間投げ続けたら釣れる可能性はある。ただ今現在いないわけだから、あの効率の悪い釣りになるんでね、いないところにひたすら投げるっていうのは時間の無駄になるから、まあピンで、まあ向こうから今バーッと流してきて、まあここ15回ぐらい投げて食わないということは、魚がいない、やる気のあるのがいないっていうねことです。でこのルアーを投げて釣れなかったらもう魚はいないと思った方が早いね。でポイントを移動して探っていくっていうか、今寄ってる位置を探すっていうのが、まあバッシングの極意なんでね、数出す、でかいの出す、それが大事です。そこの有名な写真って、岩の上にマーメイド、女性のブロンドの部屋で、下は人魚の魚の尻尾がついてるっていう。実際でも現実でも、もし人魚が出たら大変なことになっちゃいますね。いや、いる可能性も僕は感じてるんです。岩の女性をモデルさん、はい、それはかっこいいもんね。岩のスタイルのいい、はい、そういう写真撮らんなんから、はい、痩せててもダメ、太っててもダメ、痩せて胸が出て、このくびれがないと、で小さいお尻はダメ、胸が出てくぼんで、ケツがドーン、キュン、それからドーン、お尻はドーン、でまた足もスッと、そうで水着で、はい、これは上は水着、はい、で下は人魚、ほんでモデルさんですね。モデルさんでも細いモデルさんはダメな、だから痩せ、私でもそうなの、ね、あのガリガリのモデルさんは全然興味ない。あ、やっぱり胸がドーンと、要するに コークボトルっていう、はい、コカ・コーラのボトルはそれをヒントにしてあるんですよ、うん、こうしてこう、やっぱりその明滅っていうか、それが人間って興味湧いちゃうんですかね。ああ確かに確かに、ああ胸はちゃんとある、うん、腰はウエストは細い、うん、お尻はちゃんとある胸は何カップが好きですか。
そのまま普通やったらもう、もう G カップみたいな。 G カップはいくらぐらい。もう ABCDEFG だからまんまですね。大変なこと。パッと見た格好は90以上。はいはい、はい、あのバスト。バストウエストは60。60。はい。それからヒップは98以上。はい。で身長は163から。ありすぎてもダメ。あ、確かに。確かに175はちょっと大きすぎるけど、はい、うん、そうですよ。痩せてたらダメ。はい。このプロポーションでないと。それがコカ・コーラの、はい、あの瓶の、コークボトルのスタイル。女性のね、お尻真ん中がグワッとこうで、で手の持つとこギュッと絞ってあるんですよ。はい。確かにそれでないとダメ。またこの景色に映えますよね、そんな人がいたら。のここでこう、はい、あっちから撮ったりこっちから撮ったり。いや、自分もそういうことを撮影できる人間になりたいです、うん、モデルさんよく来ますよ。やっぱモデルさん呼ぶにやっぱね、 お金も1万円ぐらいでいいんでちゃうか。お、そんなに安いんですか、まあ、それはね、あのプロ の、 あのモデルさんやったら、あの素人でプロポーションのいい子はいい。知る。今日じゃあ素人モデルをちょっとスカウトさせてもらって、もちろん指一本触れない、はい、指触れちゃ、うん、えれいことになるんで、うん、触れずに撮る、うん、そうですよ、被写体モデル。いや、ほんでね、あの触れるうても、はい、なんていうのか、変な意味で触ったらダメなのね。はい、うん、やっぱりそのこうしてこのスタイルしてください。ああ、足はこうしてください。腰はこう。ああ、プロポーション。プロポーズはあのプロポーズじゃない、あのこれはあの、はい、写真の一番写りのいい、はい、その人は写真家が誰だから、こうやって、ああもうちょっと足ちょっとやって、目線はちょっとこっち、太陽の当たるようにしてから、まっすぐ見ないでください。ちょっとあの横目で。ちょっとうつろな顔をしてる。ああ、うつろな表情ね。表情、そのアンニョイな感じが出るんですね。そう、アンニョイな。ギュッとこうにらまで、はい、ちょっとうつろで、もの寂しいのか、何かを考えてるのか、あ、どこを視線をやってるのか、そのなんか魅力的な瞬間がありますもんね。大概あの普通 の、 あの、まあ、こういう言い方すると、うん、日本の女の子は、はい、はい、写真を撮りよう言ったら、あ、ダメですね。ダメ。もっとなんか自然体の、もっとこうやるか、こうやるか。うん。あ、こうやるか。ちょっと崩して、僕はなんか目標のポーズっていうか、こう。そうです。だからこう正面でもちょっと向こう見て横目で流し目っていうね。はいはいはい。あ、まっすぐでこうだダメ、うん。こっちは顔はこっちだけど目は向こう。あ。勉強になります。確かに男でもこうやってじーって見られたら気持ち悪いから、こう自然に流し目で自然な感じ、正面から打つより、体はこちら、はい、表情はこっち、うん、で目は右か、目線よりちょっと横をずらすとか。やっぱなんかモデル立ちっていうか、その綺麗に見える角度が勉強になります。こんな腰じゃダメ。こう腰やって、体はちょっと腰を、重心をちょっと、足ポーズはこう、はい、重心をこう、体を曲げるとかちょっとやっぱり女性の話になると僕も笑顔になってきました。それはそうですよ。それは見てなんや、普通の写真やないかっていうの、あれ、ちょっとこの人、うん、かっこいいポーズしてるな、ねえ、うん、それはそうですよ。いや、だって背景がやっぱりね、綺麗だからいいですよね。やっぱ水と空がある。外国、はい、ないんです。はい、ハワイアレ行くと、はい、子供でも、あ、写真撮ったらいいかな、みんなそうする、こうするでしょ、水着。 そうなんですか、はい、やっぱ日本人はちょっとそこが、そこからもう、あ、この研究不足、努力不足というか、努力不足でも、見せ方を、だからどう見られてるかを常に子供の子、こう見たらかっこよく見えるよ、可愛く見えるを研究してるから。例えば、はい、例えばって言うとおかしいけれど、まあこれも、はい、黒人の子供にダンスしてっ
って言うたら、はい、もう自分のもダンスするぞ、子供でも。あで日本の人やったら、子供やったら、いや恥ずかしい。あそうですね、確かに。いやもう人の前でこんなす、いやもうそうです、そうです、そうです、で日本人そうですね。日本人の若いミュージシャンでも、うん、素人でなくても、うん、一曲歌ってくださいよ。いや無理無理。いや無理ですね。そんなんできる。向こうの人が歌うよ、アピールするよ。逆に歌いたい。そうですよ。って人の割合が高いですね。そうです。これで私は人気になるかもわからない。あ、だから人からどう見られてるかこう考えすぎちゃってるんですよね、僕たち。日本人は。ああ、もう海外僕も行く。海外行くとよくわかります。その感覚の違いが。それからポーズの仕方。はいはい。写真一枚入ったら、あ、いいよ。あ、そうなんだ。もうそれがもう日本人だったらこう撮ったら怒りますからね。そうです、撮るなって。勝手に撮ったらダメですけどね。そう、そうです。でもなんかでも大体嫌がりますよね。あ、無理無理。いやいや、私そんな格好できない。ちょっと歌ってよって言って、いいか、音楽大学のミュージシャンのこれやってるんやけど、一回ちょっと鳴らしてよって言ったら、いや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 、もう人の前でそんなできる腕じゃない。はい、向こうの人が下手でもいいよ。あ、やっぱポジティブ思考なんですよね。その感覚の問題。いやでも本当に毎回あの猿が結構よく見るんですけど、その熊もやっぱ出るんですね。早朝か夕方。ということは釣りしてたら、降ってみたら熊が出ることがある。まあ、それはまあ 99% はないと思いますけど。あの目で見たことあります。クマですか。はい、クマはあのここではないけど違うところで見ました。ただその噂でこの辺もちょこちょこ出るよっていう話は聞かれる。漁師さんが朝早朝魚取りに行くんですよ。はいはい。それでクマが見たっていう。じゃあ琵琶湖からこっち見るとちょっとタイミング悪かったら、釣りしてたらひょっこりあったら危ないですね。鹿の方が多いですね。あ、鹿はよく見ます。鹿、猿はよく見るんですけど、なんかイノシシ。イノシシはないです。ないです。で僕あの日本カモシカ見ました。あ、日本カモシカ、ここ谷を降りてきます。で日本カモシカでびっくりして、珍しい日本カモシカで、うん、熊だけ会ったことないんですよ。熊、うん、は来たら。でかイノシシがね、あの群れになって走ろうと。イノシシ。ドド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 。サル、熊、うん、全部いるんだ。います。熊は会いたくないな。するのはたまにしか。ないけどね、たまにって言うと、皆さん気をつけてください。これクマがいるそうです。やっぱりトンビはもちろんいますね、いつも。カラス、うん、たまに私の好きなのタカ。タカいるんですか。トンビと、トンビはしょっちゅう見るけど、はい、タカ。タカ大きいの。タカ の, あ、あの仲間でも、うん、オオタカ。オオタカいるんですか。特にあれはヒグマですからね。その見たら追いかけてくる。ほんで一人やられて死んで、はい、食われた。また一人食われた、うん、その時はもう荷物を、食べるものを置いてから逃げろっていう。まああの北海道のヒグマだから、まあ こっちはヒグマいないですよね。はい、今ツキノワグマ。あ、ツキノワグマ。でもツキノワグマでもあの4年前福島あっちで、はい、なんか人食べてるっていうのが事件ありましたね。外国ではあの、うん、牛を傷つけて。あ、ちょうど昼の12時ですね、はい、なかなか釣れないですけど気持ちいいですね。これこの波の音と景色と、ここよく映画撮影でもね利用されるそうです。もう水の音がやっぱりすごいですから、ちょっと片手ワンハンドキャストするわ。今日も iPhone 撮影、 GoPro がない。ここもね、今バーッと投げてきたけど、一発でかいのが入る。やっぱ景色がいいね、奥琵琶湖は。ちょっと反応がないですけど、まだちょっと沖の方にいて、もうバスがね入れば一発で行くんで、これこのルアーは入ればね、バスがこれでミドストで中層巻いてきてるんで、なかなか反応がないですけど、今日も一発出れば、まあ本当に一発台ですね。パチンコでいうとこの小バスとかはもう釣らない釣り。小バスだけ狙えばね、それは無限に釣れるんですよね、ちっちゃいルアーでやれば。うん、だけど小バスじゃなくてでかいやつ、
琵琶湖の主みたいなの探してるから、タヌキみたいなやっぱ釣らないかんの。鳥の鳴き声なんですけど、ちょっとこっからね、あの琵琶湖の、絶滅危惧種のビワマスっていう、琵琶湖にしかいない、まあ鮭みたいな魚がいるんだけど、それの死体があるんで、ちょっと苦手な人はちょっと10-30秒ぐらい飛ばしてください。じゃあちょっと見ますよ。ね、ビワマスです。手のサイズだと50センチぐらいだったのかな。多分これ産卵を終えて、まあ亡くなって鳥が食べたと。匂いが、あ、臭くない。まだ昨日今日の話だな、これ全然臭くないから。でこれ牙がねすごいんですよ。ちぎれちゃうね、口の中痛々だ。牙がこんなんで、まだ臭くないね。あのなくなって間がないから、まあ鳥の餌になっちゃってるけどね、こんな感じ。痛々だ、痛々だね。美味しいとこ、目の玉とかそういうとこ食べちゃってるね、うん、すごい。いやもうトゲがめっちゃ痛いっす。ビアマスですね。うん、臭くない、全く匂いが、多分昨日今日の話だな。腐敗してないから、産卵を終えて、一生を終えて。でこれはね、あの僕一回だけ、あの産卵終えた後もう疲れ切ってフラフラってやってる個体を一回、なんかクランクベイトかなんかで釣れちゃって、一回ふってみたらビワマスだ、ぐわーっと足元まで来てバレちゃったってことがあったんだけど、基本的にはこれね釣っちゃいけないっていう、まあたまたま事故で釣れちゃったのはしゃあないけど、バス狙ってて、基本的にはこれを狙って釣るっていうのはなんか許可がね、いるそうです。うん、いやービワマスだ。今日は渋いね、魚がいないね。ちょっと雨が降りそう、寒い。まあでもなんとなく一本粘ればどっかで。小バスのバイトも一切ないですね今日。今山線香投げてますけど、巻くしかねえな。でかいビッグベイト、ビッグスイムベイト、それしかねえぜ。巻くしかねえぜ。秋はもう全く反応ないです。でも気持ちがいいんですよね、これが。またもう2時ですね。昨日は2時10分ぐらいに釣れたんで、今日も回遊してくるといいんだけど、何の反応もないですね。だけどこのちょっとお気に入りの色がちょっとロストしちゃったんですけど、バスが入ってきてこれを通せば絶対食うしかないんで、もう町ですよ、町の釣り。まあずーっと打ってきてますけどね、全く反応ないですけど、もうそろそろちょっと1本出したいですね。最近自分ね、好きな言葉があって、わかる？当ててみて。岬の張り出し、岬の張り出しっていうのがね、結構自分の中のキーワード。こう岬っていうのはあそこも岬になってるし、こう地形変化のこう尖ったとこね、まあ一応ここも岬ですね。で岬の張り出し、岬、この岬の張り出しっていうのが、魚が駆け上がりになっている可能性があるんですよね。でこれ石があるじゃないですか、岩があるじゃないですか。でこれは奥にこういう地形変化があって、そこに結構つくんですよね。まあ今日は回遊してくるそのタイミングを狙って、ちょっと岬の張り出しをね、もう丹念に投げていきますよ。いやー全然釣れない、まあ、ちょっと雨が止んだのも良かったわ。今雨がバーって降ってね、一瞬止んでくれたんで結構助かります。釣れねえけどな、一発出したいね。はい、ようやく一匹釣れました。ちっちゃっと思って、あーバレてきた、バレてきた。ようやく一匹、そこできましたね。ここから思いっきり投げて一番底まで落として、ただこれ根掛かりしやすいからちょっとあんまそこ落としたくないんだけど、
そこ落としてうーってやったら釣れた。一匹いましたね。ってことはでかいの、混じるかも。ようやく一匹釣れました。これ結構いいね。なんでこれいいかっていうと、28g という、あ、これは21だね。 21g で、 28g ってのもあるんだけど、超ド円筒が効くから、めっちゃ広範囲にね、おかっぱりから攻めれるっていうのが長所。ただ根がかりしやすいのが要注意。一匹釣れたぞ、嬉しかった。はい、右決めゲット。魚が集まっている場所が分かったね。そこまで落として、ちょっとちっちゃいけど、奥琵琶湖バスって感じで、ずーっと釣れなかったんだけど、全部探ってきて、向こう一番奥からね、ようやくバイトが出たとこ、2連続、30センチぐらいのちっちゃいバスだけど、この奥琵琶湖のバスってこれだから好きなんですよ。この腹がブリンブリンの、よくないですか。これ食べてー、めっちゃ美味しいんだよ奥琵琶湖のバスって。口の中も久しぶりにチェック。おー、太い太バス。結構でかい魚来たと思ったんですけど、釣れがかりで倍の引き込み、52センチのニゴイくんの釣れがかりが釣れてしまいました。これでかいバスなのかって一瞬思ったけど、釣れがかりだったから倍の引き込みをちょっと感じちゃって、やべやべと思ったんだけど、スレでした。持って帰って食べたいけど逃がします。なあ、バスじゃないじゃん。巻き倒したけどね、デカバスに会えなかった。ニゴイに会えたよ。はあ、まああとちょっといろんなところ打って、歩いて打って歩いて、もう4時30分、あともう30分で真っ暗だよ。いやー、なかなか難しいね、バーゲモン取ったらいいが。今日もリブと燃やして、ネギ、あ、大丈夫。カツ丼ラーメン、あー